権藤博史、涙目で中日ドラゴンズは弱い。弱い、立浪は弱い。権藤さん、今の立浪監督に関して振られると、少し涙目になり、話しづらい、弱い、立浪は弱い。この年齢84になっても、選手時代に世話になったドラゴンズの解説を続け大好きで、応援してくれている中で、ミスタードラゴンズがあのような現状、思うことはたくさんあるよな。泣かしたらあかん。しつこいくらい弱い連呼してて草。杉下さん亡くなったのも影響してんのか。まだドラゴンズ愛あるんだな、権藤さん。でも客増えてるよね。立浪の勝ち。立浪が人間として弱いみたいなニュアンスだったな。これまでの監督に対しては辛辣やけど、どこかしら評価してたり真っ当な批判してたんやけどな。弱いしか言葉が出てこんの初めて見たわ。あと何年野球見られるかわからんのに、ひいきのチームが弱いって泣きたくもなるわな。これフルで見たけど、ドラゴンズが弱いんじゃなくて立浪の監督としての力が弱いって話よな。いつも怒りながら解説してるよな。今時珍しい典型的な昭和パワハラ論だから、老人の支持が高いんだろうな。権藤さんの解説、敵も味方も下手なプレーするとボロクソ言うから、ほんと好き。